皆様こんばんは。人生の扉オープンザストーリーの時間です。パーソナリティは私米沢ゆりがお届けしていきます。この番組は日常の成功体験や人生を大きく変えた決断ストーリーなどをご紹介していきます。今週はちょっとテーマ大きめなんですけれども、誹謗中傷、今ね、ニュースも日々流れているんですが、それについて、私なりの見解とか経験をお伝えしていきたいと思います。前回はね、自己肯定感を高める方法ということをお話しさせていただいたんですが、ちょっとそこから続くお話というふうになっておりますので、気になる方はぜひ耳を傾けてみてください。で、後半の部分、今まで私のガンとの人生15年間のノンフィクション物語の方をしていたんですが、ちょっと今週はお休みさせていただきます。ちょうどね、父の闘病生活第1章が終わったところだったので、ちょっとそれを振り返りながら、私を生きる生き方、乗り換え方っていうところを皆さんの今人生と共有しながらお伝えできたらなっていうふうに願っております。これらの物語が皆様の人生に花咲くエッセンスの一つになることを願いお届けしていきます。またこの番組はリスナーの皆様の成功体験、決断ストーリーなどメッセージにて随時募集しております。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、または X、旧ツイッターですね。そちら人生の扉 FM コザと検索してお送りください。そして当番組は番組終了後、FM 講座の YouTube ライブで映像と音声でも見ることできます。過去の放送も含めてお楽しみください。さらに FM 講座のホームページからも可能です。それでは一旦 CM です。人生の扉オープンダストーリー、僕、私の決断物語。最初のテーマは人生の扉開けたエピソードなどをお送りしていきます。今週のテーマは誹謗中傷について。ちょっとね、私の中では自分でよくもこんなに大きなタイトルを持ってきたなっていうところなので、うまく伝えられるかお話しできるか緊張しながらの今週なんですが、先週はね、自己肯定感、今ちょっと育児でも仕事でもよく話題になっている言葉について、どうやって高めたらいいのかなって話だったんですが、今誹謗中傷を受けた方々、また攻撃している方々、それぞれにも共通する自分の自己肯定感を高めるということもつながるということ、ちょっと後々分かったので、そのつながりから今回誹謗中傷というテーマを取り上げてみました。で、今 SNS で自由に、自分の名をね、出さずに指一本でいろんな人にコメントをしたりとか発言とか攻撃も簡単にできる時代になってきてしまって、でとっても悲しいことに、こんなに先進国と言われてきていたのに、日本は自殺大国と残念ながら言われてしまっていて、豊かでね、こんなに治安もいい国なのになぜか自殺がもう飛び抜けて多い国。で、その理由の一つ、原因の一つに、やはりこの誹謗中傷っていうのが近年すごく増えてきているということで、最近ニュースでもね、誹謗中傷で、ちょっと亡くなられた方っていうのも、昨日ちょっと私耳にしまして、やはりこれは鳴りやまないんだなっていうことで、その中で、実は私も誹謗中傷の経験あります。一般人、今はこうやってね、パーソナリティとしてお話しさせていただいてるんですけれども、ちょっと自分の新しい事業の中で、プレスリリースをかけた時に、ちょっと大手の、ニュースですね、の方に記事取り上げられた時に、周りからはとっても、素晴らしい、素晴らしいって言っていただいたんですけども、そのニュースはコメントがつくタイプのニュース記事だったんですが、わーっとものすごいやられました。びっくりしました。よくね、著名人の方はそういうのを見てね、逆にもう慣れてるか楽しむっていう方もいたりとか、逆にもうそれで本当傷ついて、とても辛い思いをしたりとか、裁判になったりとかするっていうのも聞いてるんですが、私その時知ったのは、一般人、もう誰、ターゲットはもう誰でもない、みんないつの時代、誰かがもう誰かにされてしまうような時代になってしまったんだなと思って、ものすごく傷つきました。もう何とも言えない精神状態
今もその時書かれていた言葉の一言一言が頭にこうもう刻みついちゃってるんですね。で、ふわふわっと思い浮かぶ。やっぱりなんか楽しいこととか、例えば旅行とか楽しかったとか、例えばディズニーランド行ったらもう楽しかったって楽しい思いって、その時にやっぱりだん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 薄れてくる。またその楽しさを求めていくって思うんですけども、人から傷つけられた気持ちってずっとここにこう刺さってるんですよね。で、そういうことをするのに、ちょっとこの短い中でお話しする中では、まあ、傷つく側の気持ちとして、される側の気持ちとしてはやっぱり傷つくし、怒りとか極度のストレス、あとは過激になってくると恐怖心とか不安に襲われてしまう。じゃ、なんで誹謗中傷する人がいるのかと思って、私なりにこうネットで調べたりとか、いろんな記事とか、つい最近田村淳さんのツイッターにも書いてあったんですけども、どうやってそういう人たちがいるのかっていろんなあったんですが、自己満足ってこういうことで自分に優越感に浸りたいとか、書くことで自分自身のこう高めて、なんか一時的な承認欲求とか自己肯定感ができるっていう、その一時的な快楽っていうところを求めている。あとは自分に注目を浴びたい。あとはまあ単なる嫉妬とかのストレス発散。一番怖いのが、してる人たちに自覚がないっていう、もうそういう末期症状だと自覚がないっていうことらしいんですね。で、まだもうそういう方はなかなか消えることがないので、じゃあどうやってもうやられてしまったら乗り越えるしかない。じゃあどう乗り越えたらいいんだろうっていう時に、私も誹謗中傷された時の経験でお話をさせていただくと、まず相手の土俵に立たない。同じ思考にならない。同じレベルまでに自分を落とし込まない。口で言うのは簡単なんですけどね。その当時、周りに言われたアドバイスを今ちょっと取り上げてます。あとは、とにかく人に話す。話して出すことで少しずつストレスを軽減し、で、その自分の辛さを相手に受け止めてもらうことで、自分も少し安心感を得る。自分には仲間がいるんだ。私にはこういう人がいるんだ。分かってくれる人がいるんだ。で、自分に安心感を求める時間を取ること。で、あとは先週言ったように、自分のいいこと、自分の好きなこととかいいことをあえて取り上げたりとかして、あとは好きなことにもう無理やり没頭する。映画でも音楽でもいいし、もうとにかくジョギングでもいいし、何かに没頭する時間をいつもよりちょっと多めに取ってみる。で、そういうふうにすること。あとはもう専門家に相談。で、度が過ぎたらもう訴える。専門家のところにも駆け込む。っていうことで、音にも書くにも、一人では絶対抱えない。一人で考えないで、周り、もうどんな人でもいいです。もう周りの人にとにかく言う、つらい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 、こんなことはつらい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 。とにかく自分の幸せのみを最優先する。相手に対してどうしようこうしようよりも自分の幸せのことを大事に考える。こういうふうにすることが、まず第一歩ってことを、私の場合は気づかされました。とはいえ、私もがんの闘病中もそうだったんですけれども、こう気持ちがこう落ちてるときって、頭で理解しても行動にはなかなか移せないんですよね。でもその頭の中に得た知識って、時間とともに一個一個少しずつ自分で体現できるようになって、少しずつ少しずつ解消されることになるので、とにかく、今辛い思いしてる方は、とにかく呼吸をゆっくりするとか、とにかくその人たちのことを忘れる時間をとにかく取ることっていうふうにしていただいたらどうかなっていう、私からの経験からのアドバイスになります。はい。この後、ちょっと結構ストレートな誹謗中傷について、歌った曲を私見つけました。そちらの曲は、まさしく今、誹謗中傷をしている方々に、こう、届ける強いメッセージ性のある曲です。今日そちらの一曲をお届けしたいと思います。ウピコさんですね。で、匿名の檻。はい、2つ目のコーナーに入りたいと思います。2つ目のコーナー、いつもでしたノンフィクション物語、私は生きるをお届けしてきましたが、ちょうど先週で父が天国に旅立つところまで、
お届けしてきました。で、これを次は第2章の方に入っていくんですけれども、今回突然で、ね、このようなお話を始めた理由を改めてお伝えするのと、で、何を届けたかったのか、で、今後何を届けたいかっていうところを簡単にお伝えできたらいいなと思って、今日は後半そのお時間をいただきたいと思っています。私が振り返ると、父のがん宣告で、その後母の乳がん、そして最後私の乳がんということで、15年間がんというものをと関わりながら生きていた中で、まずは父ががんに、まあ、父の場合はもうすでに末期がんだったのですぐ他界してしまったんですけれども、でその時の宣告から他界されるまでのお話は4話ぐらいかしらに分けてお届けしたんですが、まあ、聞いてくださった方とかね、なんかずっと寂しいお話が続くなぁ、って思われた方いらっしゃるかもしれないから、ごめんなさい。その伝えたかった内容としては、やはりがんっていうものが、やはり身近に感じていただきたい。今、2人に1人になるって言われること。なので、早期発見のために、やはり定期的に早めに早めに検査していただきたい。末期症状ってことがね、分かると、こんな感じでスピード感があることもあるし、支える家族側もいろんな決意、決断がやってきますよってところが一つ。あとは、とはいえね、もう与えられてしまった使命、もうどうしてもがんと最後、生きなきゃいけないってなったとき、どういうふうに本人、そして周りで支える人たちが生きていったか。で、私の家族の場合は、父はもうとにかく最後の最後まで、体は強いけれども、辛いけども、とにかく仕事に専念すること、亡くなる寸前まで仕事に専念することで、自分の、気力を保っていたってところがあったので、それが私にとって父の生き様だったので、実際ね、仕事はできないけども、ベッドにいるので、でも頭の中とか、なんかそういう中でも、自分の好きなことを、とにかくこういろいろね、振り返ったりとか、今もギリギリまでちょっと挑戦してみる、そういうような、最後の迎え方っていうのも、私は素敵かなと思いました。で、家族の方はね、本当に涙を見せないようにとか、いろんなね、考えもあると思うんですが、逆に思いっきり涙流して、愛してるよ、愛してるよって伝えてあげるのも一つだし、逆に何でもないように日常を伝えても一つだし、逆に身近のね、支えてくれる家族が今ないって方も実際いらっしゃって、テレビで沖縄州を、2、3日前、テレビで見たんですけれども、とにかく先生方も必死に必死に毎日毎日その方を思って、戦ってくださっているので、特にね、家族とか身内の方いらっしゃらない時は、先生方、看護師さんにどんどん甘えて、自分の思いをやりながらしていっていただけたらいいな。やはり最後はね、必ず誰しも最後っていうのはあるので、その最後は自分の好きなことに没頭して、で、いろんな愛に囲まれて、で、自分からもその愛に甘えて、そういうふうにしていただけると、静かにこう、その時を迎えることができるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、今後第2章は母の乳がん、これもかなり壮絶な戦いだったんですが、今ピンプンしてます。母ステージ4で2度も乳がんしたんですが、戦い方によってはそういうふうに、なんか乗り越えたっていうこともあるので、全く違ったお話を今後準備できましたらお届けしたいと思います。皆様の人生でもね、このような周りにいらっしゃる方がいたら、ちょっとこのお話をふっと思い出して、ああ、そういうふうに戦ってる人もいるんだな、一人じゃないんだなっていうふうに思っていただけたら嬉しいです。それでは本日の2曲目をお届けします。先日ディズニーシー行ってきました。ディズニーシーの夜のパレード、ミーシャさんのこの曲で光まばゆく、こう素晴らしいステージ見てきました。この曲はみんなの、誰しものみんなの願いが叶いますようにっていう音楽です。この歌詞にもね、注目しながら自分、そして周りの人の願いが叶うことを願いながら聞いてみてください。それでは、ミーシャで君の願いが世界を輝かす。今週の誕生花。本日11月17日の誕生花はリンドウ。花言葉は負けない力強さ、
希望、勇気、困難や逆境に負けずに前進する。まさに今日のね、誹謗中傷に悩む皆様にもお届けする花言葉でもありますね。もう他人に惑わされずに自分の意思、信念を貫いて希望を持って日々、生きていただきたいと思います。今、リンドウもね、このお花に花瓶にポンと一本置くだけでも華やかな、心静かな気持ちになれる素敵なお花なので、お花屋さんで見かけたらぜひ、飾ってみてください。今週お誕生日の方、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年をお過ごしください。今週ご紹介したお花は番組ツイッターにてアップしますので、お楽しみに。今後も毎週素敵なお花と花言葉をご紹介します。さて、エンディングのお時間となりました。人生の扉、オープンダストーリー、いかがだったでしょうか。今週もね、ちょっと誹謗中傷と、私本当によくこの大きな課題を話したなってとこで、勇気を持って喋っていました。これに対して誹謗中傷ってのはまた傷ついちゃうんですけれども、でもね、自分が言った回には自分も経験した乗り越え方とか、ね、そういうものを実践していきたいと思います。ちょっとこの世の中で避けて通れない部分でもある世の中、残念ながらなのでね、皆さん、今、辛い思いをしている方、本当に決して一人では悩まずに、必ず外に発散してください。話してください。それを心から今日は願ってお伝えしました。それでは、また番組いただいたエピソード、今後もご紹介させていただきますので、そして毎月1名様に素敵なお花のプレゼント、バラ、すごく大きなバラ、一本サプライズでお届けしたいなとも思っておりますので、どしどしメッセージもお待ちしております。それでは皆様、ハッピーな週末をお過ごしください。それではお相手は米沢ゆりでした。この番組は花ある人生をお届けする株式会社リオンベールの提供でお届けしました。それではおやすみなさい。